こんにちは。こんにちは。ああ、淳か。あれ。お邪魔します。あ、これ、僕専用のスリッパですね。まあ、名前でも書いとけ。お邪魔します。で、お前さ、まあ、座れよ。あ、すみません、失礼します。お前今さ、いわゆるエレキギターっていうの、あれ何本ぐらい持ってんだ？ちゃんと数えたことないですけど、1、2、3、10本まではいかないですけど、預けてあるのも入れたら10本ぐらいになりますかね。 そうか。でもお前、結局なんか YouTube とかやってるだろ。あれ見るとお前結局クラシックギターしか弾いてないんだけど、どういうことなんだ？それがですね、クラシックギターの仕事が入んないんですよね。 お前笑い事じゃねえよ。お前クラシックギターの仕事取ってこい。それがですね、あんま最近の若者ってクラシックギターじゃなくて、なんか僕ジャカジャカやる、なんか気持ち悪い人ですよ。なんとかさみたいな感じとか、ああいう感じ好きらしいんですよね。お前笑い事じゃねえよ。お前に責任があるんだろ。お前に、僕じゃないですよね。僕じゃないですよね。いや、結局お前だろ。お前がもっとさ、なんていうの、クラシックギターかっこよく弾けばさ、若者もさ、結局弾くわけじゃん。なんかさ、なんだっけ、長渕剛とか、ちょっと気持ち悪いやつとかをかっこいいとか思っちゃうところからまず直していかなきゃいけないんじゃん。いやいや、それ訴えられますよ。別に俺訴えられても別に構わないけど。 いやちょっと待ってくださいよ。 いや、訴えられるのはやばいと思うんですよ。だって別にさ、俺訴えられても構わないけど、いや僕が困るんですけど、お前の何が困るんだ。いや、やっぱりねえ、いや、お前あれ君って気持ち悪いって思わないわけ？思わないわけ？ここだけの話にしてもらえますか。正直気持ち悪いっすよね。なんか「乾杯、今君は人生の」って人ですよね。お前そんなにバカにしていいのか。今全然バカにしてないっすよ。好きか。好きではないですね。嫌いか。嫌いですね。だって気持ち悪いですよね。あの年になってまだなんか同じような歌ばっかり歌ってるの。だろ？誰に責任があるかよく考えてみろよ。結局お前に責任があるんだろ。僕ですか？そうだよ、ところでさ、お前腹減らないの？いや、減ってるけど、ずっと今我慢してるんですけど、なんでお前そこ我慢するんだよ。俺ずっとお前の夕飯用意して待ってたんだけど。 じゃあごちそうになっていいですか。 飯食ってもいいけどさ、もうちょっと俺にさ仕事回すようにしろよ。でクラシックギターぬるせえな、すべてお前に責任があるんだよ。で今日お前泊まってくのか。てかもう夜10時過ぎてるんで泊まらせてもらえないですか。いや、いいけどさ。でお前あれだよ、お前がもうちょっとしっかりしないからさ、ダメなんだよ、うんぬんかんぬん。はい、わかりました。分かったらさ、お前もちゃんとなんていうの、クラシックギターの人口を増やすよ、人口。分かったか。
はい、わかりました。すいません、頑張ります。わかったらいいんだ、飯食え、もぐもぐ、おいしいな。お前 ESP さん入っても女子高生、女子高生とかそんなことばっかりやってっからダメなんで、わかったか。はい、頑張ります。